木内信種は、日本の経済評論家。日蓮宗と。木内重四郎、磯地夫妻の次男として、東京府に生まれる。父、重四郎は、内務官僚で、母、磯地は、三菱財閥の創始者、岩崎彌太郎の次女。したがって、三菱の三代目、総帥岩崎久也は、母方のおじにあたり、エリザベス・サンダースホームの創設者。 沢田美希は、母方の十枚ということになる。また妹、とき子は、渋沢慶三にと次、太陽夫人は、福沢諭吉の孫娘に当たる。兄、両種と、甥い、秋種は共に、外交官。元衆議院議員の木内高種は、秋種の次男なので、信種は、高種の王子に当たる。家柄もあって、白ら次郎と親しくなった。 旧制一校時代は野球部で活動。1918年、名投手、内村広之らと一校が、早稲田、慶応義塾を、久しぶりに撃破し野球界の覇者に復帰した年は一年生で、レフトを守った。三年時には四番保守、首相を務めた。財界では、主にアメリカの民間投資を受けていた14の、日本企業の代表者からなる返し導入コイ会の、 トップを務めた。吉田茂のブレーンであり、池田隼人、佐藤栄作のご意見番でもあったことから、歴代内閣の経済指南番と呼ばれた。音楽にも造形が深く、アマチュア合唱団、宗教音楽研究会合唱団の会長を務めていた。ありがとうございます。